パナソニックと花王のハッシュタグ洗濯プロジェクトのテーマ曲、アレキサンドロスの洗濯その後。日常もリセットできるという気づき、洗濯プロジェクトで一番こう素敵だなと気づかされた部分っていうのは、洋服を洗濯してでまたリセットできるという明日を彩るためにする行為っていうとこ でそれができるのがやっぱりまあ洗濯機のおかげだし洗剤のおかげだし、で一回洗ってまた綺麗になれる洋服のおかげでもあるし、洗濯はリセットにもなる。リセットして準備を、まあ、というか明日に備えれるような魔法の神器じゃないですけど、そういったものがやっぱ日常にあって、それを自分は当たり前のように思ってたけど、これこそ一番みんながしてる明日もしくは未来のための準備の、行為なんじゃないかなと。日本の洗濯に喜びを、パナソニックと花王のハッシュタグ洗濯プロジェクト2022年も。Panasonic